こんにちは。今日は福岡県福岡市西区にねやってきました。ここはですね、飯盛神社の駐車場になります。今日はここからですね、飯盛山の方に登っていきたいと思います。じゃあ行ってきます。ここが飯盛神社ですね。ここはあの飯盛神社はやぶさめが有名でですね、ここをいつも毎年馬が通るみたいですね。見たことはないんですけども、はい、中級にね、到着しました。この立派な大きい、これがね遠くからでもよく見えるんですよね。ここにね案内板があります。今日はですね、こういう感じでですね、案内板がありますけども、よくこっちの登山道、こう行くんですけども、ここが展望があまりないので、この中級の裏をですね、ここ階段があってですね、で、この百貫石っていうところの展望がちょっと開けるんですよね。で、そこからまたこっちの登山道に合流して、山頂の方で行きます。で、下りは、今ちょうどアジサイの道ってここにあるんですけども、ここの舗装路をね通って、最後飯盛神社まで、降りていきたいと思います。やっていきます。この中級の左側にですね、こっちの階段の道があります。ここからね登山道に入っていきます。まあ、ここの中級のね突っ切るルートは階段のオンパレードなんで、階段が苦手な人はね、右側の登山道からね、行った方がいいと思います。はい。まあ、ここの良さは、もともと中級が、あった場所、今の中級に移る前の中級跡が見れるのと、あと、これを登り切るとね、ちょっと展望が開ける大岩があるんですよ。はい。そこから景色が楽しめるのと、その2つですね。はい。僕は結構こっちの展望が見える岩が好きなんで、だいたいいつもここを登るときはね、チューするんですけど、はい。まあでも、この蒸し暑い日に、この階段のオンパレードはまあまあきついですね。はい。まあでも、登山道に比べて虫が少ないんで、結構快適ですね。はい。中級後に到着ですね。これです。もともとここですね。ここからも少し展望が開けてます。こんな感じですね。さあ、どんどん登っていきますか。よし。で、この中級後を過ぎると、少し山道に、ね、なっていきます。こんな感じでね。よいしょ。よいしょ。登山道をね、過ぎて、百貫石、到着ですね。よし。この、岩から、少しね、展望が開きます。ここだとですね、福岡市内の本当ですね。こういう感じで、まあ、ちょっとあいにくの曇り空ですけどね、まあ、ずっと森の中を来るよりこうやってね、展望が少し開けながら登れるのはこの登山ルートの醍醐味ですね。はい。山頂はこの上ですね。はい。さあ行きますか。百貫石を過ぎてね、分岐に到着しました。こっちがですね、アジサイの道を通って中級に戻るルート。で、こっちですね。で、これの左の方がですね、これが直登ルート。めちゃくちゃきついです。で、こっちの一旦右下に降りるのがですね、登山道、メインの登山道にね、合流する道になります。はい。この直登を上りで使うのはかなりきついんで、
一旦ね、あのメインの登山道の方にね、こちらから合流します。さあ、これがですね、あの登山道の方に合流する道ですね。今この中級と言われるこっちからね来ました。で、今からこっちの山中の方をね目指していきます。ずっと登りですね、さっきが。低山の割には登りがいのある山が飯盛山ですね、はい、ここは舐めてかかるとね痛い目に遭う山ナンバーワンですね、はい、この分岐からのずっとね登りがあのまあまあじゃなくてかなりきついんで、はい、よし、カズラ坂、よし、この最後の方がねやっぱ急になってくるんですよね。よいしょ、あきついよし、あ、さあ行きますか。よいしょ、危ない、暑い、よいしょ、これ山頂直下のね急登ですね。あ、階段が、昔はこの階段がなくてこの岩をねずるずる滑りながら登っていってたんですけど、あ、だいぶ登りやすくなったですね。ああ、山頂。開けてきた。着きました。眺望はこんな感じですね。こう登り切って奥の方にね、シート表記があります。はい、こっちですね。うー、暑い。よし、よし、到着しました。飯盛山382メートル。到着しました。暑い、暑い、暑い。これは暑い。ここにもある飯盛山、はあ、あー風が涼しいわこれ、はあ、この山頂表記の周りはね あまり展望はないです。でちょっと下ったそこにね広場があるんでそこでねあのランチしたりとか皆さんしてますね、はあ、この季節はねやっぱ草が生い茂ってて展望がね少しあの狭まれてますけどね、こんな感じですね、飯盛山山頂の景色。目の前にね、油山と荒平山が見えます。ああ風が心地いい。さあ、じゃあ降りますかね。よし。分岐までね、戻ってきました。さっきあっこが百貫石からこっちの方からね山頂に行きました。最初の施設はこっちですね。この舗装路をねずっと行くとあの紫陽花の道っていうところがあるんですよね。でまあちょっとあのそんなにこう群生ではないんですけども、まあポツポツと綺麗にね、咲いてるみたいなんで、下りはねそこをゆっくりと歩きながらね、はい、楽しみたいと思います。まあ、こういう感じでね、道路の左右に紫陽花がね、咲いてます。ああ、ちょうど綺麗かもね。ああ、綺麗綺麗。十分だよ。十分綺麗。このね、飯盛の急登を登った後にね、こうやって
アジサイの道をねゆっくり歩きながら癒されながらね帰るのはいいですね。贅沢です。あ、綺麗に咲いとるやん。鮮やかにね。あ、咲いてる。あ、気持ちいいわ。もうアジサイも終わりかな。でもね、でここにはね、あのカブトムシの森っていうのもあるんですよ。はい。でカブトムシかどうなんだろうな、一回行ったけどいなかったんですよね。今いるのかもしれない。あ、ここだ、カブトムシの森。ここに行ったらね、もしかしたらカブトムシが捕まえるかもしれません。はい、降りてきました。今日はですね、福岡県福岡市西区のね、飯盛山にねやってきました。ここはですね、途中ですね、展望もありで鎖場もあり、あの低山ですけどね、すごくあのトレーニングするにはいい山ですね。はい。まあ、山頂の景色もね、まあ、今日ちょっと曇ってたんで、あまり見えなかったですけど、晴れた日はね結構山頂からのね景色も綺麗ですごくいい山です。はい。アジサイもね咲いてて、今日はすごくね癒される登山ができました。はい。飯盛山はやっぱりねいい山ですね。またね来たいと思います。最後までねご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは登山初心者の方へ向けておすすめの山やおすすめのルートを紹介し、高いところが苦手な方へ向けては高所恐怖症の自分が実際山に行ってみて登れるのか登れないのかを検証する動画を配信しています。参考になりましたらチャンネル登録、高評価もしくは低評価でも構いません。評価をよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。